狂気に駆られ妻を攻撃するリュクルゴスリュクルゴスは、キリシア神話に登場するトラキア王。ドリュアスの息子で、リュクルゴスの息子もまた、ドリュアスと呼ばれる。彼は、ディオニソスの信仰を禁止し、ディオニソスが信者すなわちマイナデスと共に、彼の王国に来訪すると、信者を牢屋に入れ、ディオニソスを大牛を払う棒によって追い払ったという。ディオニソスは、 海の精霊テキスの住む海底のホラー穴に逃れた。アポロドーロスによると、ディオニソスは、彼の扱いに対する罰として、リュクルゴスの木を狂わせた。そして彼は、息子の体をツタの熟した幹と勘違いして、鼻と耳、手足の指を切り落とし惨殺した。その結果、トラキアの名声は墜落した。デュオニソスは、リュクルゴスの不正が罰せられない限り、 地が潤い名声を取り戻すことはないように運命を定めたので、トラキアの民はリュクルゴスを縛り上げ、パンガエオスさんの一食い馬に彼の体を投げつけた。しかし別の話では、彼はツタの茎だと思い自らの足を切り取ったという。リュクルゴスの死により、ディオニソスは地にかけた呪いを解いた。ヒューギヌスによると、リュクルゴスはワインで命酊し、母を犯した。 自らの行いを後で知ると、ワインが悪の原因であると信じ、ブドウの木を切り落とそうとした。そこで、デュオニソスは、罰として彼の木を狂わせ、妻と子を殺すように仕向けた。その後、リュクルゴスは自らロドピさんの兵の餌食となった。ホメロスのイリアスの話では、リュクルゴスは神々への不敬のために、ゼウスにより、盲目にされ、その後死んだという。 ありがとうございます。